どうもサクチャンネルの時間です。今日はですね、この間僕は初めて MV ミュージックビデオに出させていただきまして、はい、で今回初めてのゲスト、いつだわ、りょうたさんに来ていただいております。こんな緩いんですかこれ。めっちゃ緩いっすね。いつもほぼ打ち合わせだしよ。せっかくね、MV 出させていただいたので撮影の時の話とか、まあ、あと全然関係ない話とかもするかもしれないんですけども、出していただこうと思います。あ、これもすげえ評判いいですよ、風町。本当ですか。ちょっと改めて見ながら振り返ってみます。はい、まあ、作チャンネルのおかげで動画慣れしつつあったんです。うん、まあ、なんかそうですよね、普段はスチールメインですよね、うん、そうなんだ。これ面白いのは、昔はミュージックビデオって本人が出るじゃないですか、うん、はいはい、初めてなんですよ、自分以外の人出てます、うん、あ、そうなんですか。そう、それが桜井さんとご縁って感じで、いろんなご縁があったらしくて、なんかそうなんですよ、光永さんちの家作ったの、僕の親戚のおじさんの妹の、え、なんとかも聞いたんですけど、え、の母親のお姉ちゃんの旦那さんが、うん、まあ、建築家っていうか建築家なんですけど、旦那さんの兄弟の娘の旦那なのかな。すげえ遠い、遠いけど、が、じゃあ、そうなんだ、そう、いやらしいか、いやらしいか。これね、ちょっと裏話すると、はい、僕らこれ撮ってる時に、はい、僕とメイクさんとスタイリストさんでこう、一つの部屋で、うん、この燃えたみながら、桜井さんと演技を見てたんですよ。やべえ、今の表情超キュンとか言って、そんなこと言いながら実はね、これ撮ってたんですよ。横顔がもう、で、違う、このね、対比でね、この監督が撮ってくるんですよ。爽やかイケメン桜井さんの後に、トラさんみたいな、卑劣な俺が出てくるっていうのが、すげえなんか嫌がらせなのかって思うぐらい、監督の悪意を感じる。いや、でも天気すごい良くて、めちゃくちゃ映像綺麗だね。まあそうですね。すっごいなんか素敵でしたから。ちょっとだけ真面目な話になると、2年前にうちのばあちゃんが亡くなったんですよ。うん、本当はまあ92とか全然大王子なんですよ。で、なんかこう、昔のこととかにね、メッセージを出して、すごいなんか、グッときちゃって、最初聞いたの。うん、いやだからそれを聞いて俺もなんか逆にもらい泣きそうになって、うん、っていうのもこればあちゃん結構死んだ2ヶ月ぐらい後ぐらいに来て、はいはい、5月ぐらいだったと思うんですけど、はい、コロナ禍で僕会えなかったんですよ。あ、ね、そう、本当にだからすごいなんかしびれしちゃいましたね。うちの母ちゃん最初見て大号泣したらしいです。あ、本当ですか、はい、いや嬉しい、まあ、そうね。そうだ、お聞きしたかったことあるんですけど、はい、モデルさんに、はい、なんかこう、かっこよくシルエットよく着るコツみたいなのあるんですか、なんかその選ぶ段階が、これ、なんかすぐファストファッションとかで、あんまりこだわりがないですよ。まあ、でも僕、サイズはやっぱ大事かなと思います。同じ服でも、サイズがちょっと合ったり合わなかったりするだけで、うん、見え方全然変わるんで、なんか、かっこよく階段を上がる方法とかわかんないですけど、かっこよく写真を撮ってもらえるこうコツみたいな。姿勢は大事かもしれない。姿勢ね。姿勢。撮るときだけで全然いいです。僕も普段ちょっとあんま姿勢良くないと思ってるんですけど。めっちゃ猫背なんですよ。僕も猫背。ただ写真のときだけちょっとこう姿勢を姿勢なんか背筋まっすぐぐらい意識して撮ると、うん、なんか全然写りは違う。角度はどうしてるんですか。自撮りの場合はなんかね、よくほらオーバーショットをこうおばさんがこうこうこうあるオーバーショットあるじゃないですか。おばショットって言うらしいですよ。絶対こうやって皆さんね、顎を引いてこうってやりますけど、あんまり僕顔をアップにしたくないんですけど、ちょっと引いて撮りたい。その心は、一人スマホのカメラのレンズって広角なんで、真ん中に来れば来るほどジグとかちっちゃくなるんですよ。ちっちゃくなる、顔がちっちゃくなる、
バスケ部なんですよね。バスケ部です。NBA とか見てたりします。見てました。はい。僕も大好きです。誰一番好きでしょう。マジック・ジョンソンかマイケル・ジョーダンどっちかでした。レイカーズ・ブルーズだったらどっちですか。レイカーズ。ああ、仲良くなれないですね。そう、いや、まあ、シカゴに住んでたんで。あ、そうなんですか。そうそうです。へえ、それいくつなんですか。僕4歳から10歳なんで、ちょうどジョーダンが、マイケル・ジョーダンが、ブルーズにルーキーで加入した年に。うわ、すごい。へ、それを見ながら育ったから、レイカーズはもうアンチ・レイカーズで、まあね、ある意味こう、阪神巨人で、ね、そう全然バスケやってないですか。もうやってないです。僕 4,5 年前に豊洲でなんかバスケチャンピオンさんが主催でバスケやりますって言ったんですけど、うん、僕当時中学校にバスケ結構上手だったはずなんですよ、うん、自称、うん、一応レギュラーだったんで。え、ガードですか。一応センターだったんです。センター。中学校の時は来たかった。当時の記憶って覚えてるんで、ああ、動き見ると上手いか下手か分かるじゃないですか。うん、分かりますよね。でなんか言っちゃあれですけど、その当時で言ったら秘訣ぐらいのそこまで上手くないであの動きの人がいるわけですよ、うんうんうん、そんな人にビュンビュン抜かれるんですよ、足がついていかないと。うわ、それ切ないな。おい、その感じわかるんだよな。すいません、なんか かき回しちゃって。いいえ、全然。僕はなんか仕事から大丈夫パーソナリティだから。そうですね、人にすぐ質問したがるっていう。さすがだなと思って。初ゲストなんですか。そうなんですよ。こんな感じで来ていただいたんで初めて。いや、すいません、本当に。いや、もう本当に申し訳ない。こうすぎんだよな、ずるいんだよな。俺もな、もうこういうなんか中性的なイケメンに生まれたかった。こんななんかもう、あの、やかましいわ、本当に。こちらがありましたけど、いろいろお話聞かせていただきまして。いや、ありがとうございます。ありがとうございました。横でマネージャーがハートになってるのがすげえ。お邪魔しました。ありがとうございました。また。ありがとうございます。この街の景色は少しずつ